小学生を対象にしたジュニアジオガイド講座が、令和2年9月12日から2日間の日程で、阿蘇市にある国立阿蘇青少年交流の家で行われました。初日の12日には開講式が行われ、主催者の岩倉公夫所長が、この講座を通じて阿蘇の素晴らしさを多くの人に伝えてほしいと挨拶しました。ジュニアジオガイド講座は、国立阿蘇青少年交流の家が主催する地域力向上事業として、小学生を対象に阿蘇ジオパークの地形、地質、文化などを学びながら自然に親しんでもらおうと、5年前から行っているものです。今回の講座には、熊本と大分から小学5、6年生22人が参加しました。初日の12日は、午後から阿蘇ジオガイド協会の人たちと一緒に阿蘇火山博物館を訪れ、まず池部館長からジオパークとは何かについて話を聞きました。そして館内の展示物などについてジオガイドの人たちから説明があり、また小麦粉の中に入れた風船を割ってカルデラができる様子を再現した実験などを見学しました。このジュニアジオガイド講座はあと3回開催され、最後の講座では阿蘇外輪山の大観望で実際に観光客を相手にガイド体験に挑戦するということです。